ルイ十二世は、バルワ朝第八代のフランス王。シャルル六世の弟ルイドルレアンの孫。シャルル五世の孫であったオルレアン公シャルルと三番目の、非、マリード・クレーブの息子として、ブロワ城で生まれる。アジャンクールの戦いの後に、イングランド王国で二十五年間もの旅衆生活を、過ごしたオルレアン公シャルルが六十七歳にして得た、唯一の男子であった。百六十五年。 ルイが2歳の時に、父シャルルは死去し、ルイは幼くして、オルレアン行為を継いだ。1476年、ルイ11世の娘ジャンヌと汚名により結婚した。後に、アンヌとジュの摂政政府に対する反乱に加担し、1488年から、サンイコールトーバンイコールデュコルミエで投獄されたが、1491年に、シャルル発生により釈放された。 1494年に勃発した第一次イタリア戦争では国王軍の後衛を敷きジェノバを占領した後もイタリア北部に泊まってミラノ公国を伺ったこの時にはすでにミラノ公国の請求を考えていたというシャルル8世の息子が溶接したためルイ12世は多い継承者になり1498年に即位したルイ12世は ブルターニュに対する野心から、時のローマ教皇アレクサンデル6世に頼み込んで、ジャンヌとの結婚を無効にしてもらい、シャルル8世の王妃で、王太后となっていた、ブルターニュ女皇アンヌと結婚した。二人は二女を設け、長女クロードは、王位継承者、フランスは一世の、ジジョルネは、フェラーラ公、エルコで二世の妃となった。イタリア戦争も再開し、シャルル8世による、 ナポリ王国への主張以外にも、祖父のルイ・ドルレアンがバランティーヌ・ビスコンティと結婚していたため、ミラノ広告も主張した。彼はイタリアに申請したが、ナポリ王家の同族であったアラゴン王フェルナンド二世によって、間もなく、フランス軍は南イタリアから武力で追放される。また、フランスのイタリア介入を嫌う教皇は各国に呼びかけて新生同盟を結成。 1513年にフランス軍はミラノから追い出された。1514年1月に王妃アンヌが死去すると、ルイ12世はイングランドを退仏同盟から脱落させるために、イングランド王ヘンリー・パッセイの妹、メアリー・チューダーと結婚したが、1515 15年1月1日に死去した。男子がいなかったため、王位は上位のアングレームク・フランソワが継承した。 ルイ12世は野心を持って、娘クロードと結婚した娘婿、フランソワを最後まで警戒していたという。ブリタニカ百科事典第11版では、病弱で知力が平凡であり、気が弱かったため王妃アンヌと長身のジョルジュ・ダンボワーズ、枢機卿に支配されたと酷評している。ありがとうございます。